コンクリート、コンクリート、コンクリートは砂、砂利、水などをセメントで凝固させた硬化物で建築土木工事の材料として多く利用される。セメントを水で溶いて混ぜただけのものをセメントペースとこれに細骨材の砂をレン混ぜたものをモルタルと呼び区別する。強度と価格の面や思考の安易さから一般に最も広範に使用されている。 建築資材の一つであり、建築物、道路、ダム、高架橋、トンネル、港湾設備と用途は幅広い。コンクリートは圧縮力には耐えられるが、引っ張り力には弱いため、コンクリートを単体で使うより、コンクリートの中に鉄筋を入れた。鉄筋コンクリートとして使われることが多い。鉄筋を入れることで、引っ張り力を鉄筋が受け持ち。 どちらの力にも十分な強度を持たせることができる。また、鉄筋コンクリートに鉄骨を埋め込んだ鉄骨鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリートの鉄骨を交換に置き換えた交換コンクリート、あらかじめ圧縮力をかけておくことによって大きな引っ張り力が作用しても軽減できるプレストレストコンクリート、生コンクリートに合成樹脂や鉄の繊維を混ぜ込んで強度、 を増した、繊維補強コンクリートも用いられる。現在は英語単語のカタカナ表記であるコンクリートという表記を用いるのが一般的である。ヒロイイサムの発案であるとされるコンクリート、コンクリートという音訳表記も以前は広く用いら、このままコンクリートと読まれた。この漢字表記は中国語圏では現在でも最も一般的なコンクリートの名称として、 用いられている。コンクリートは、工技の意味では砂や砂利、水などをセメントなどの糊状のもので結合させたものを指す。そのためセメントで結合させたものをセメントコンクリートと呼び、アスファルトで結合させたものをアスファルトコンクリートと呼ぶ。建築資材として一般にコンクリートと呼ばれるものはセメントコンクリートの方である。省略して、コンクリ、CO。 コントも読み書きされる。別名ベトン、凝固する以前の状態は、フレッシュコンクリートと言われる、生コンクリート、または省略して、生コントも。歴史は古く、ローマ人が、ベスビオス火山山陸麓にあった、火山灰、石灰、採石を混合したものが水中で降下し、強度を増すことに気づき、橋、水道橋、ガランなど建築物や、構造物、 構築物を作っていたことに始まる。ローマにあるガランのドームは、型枠すら使用されていた痕跡が確認されている。ローマに現在も残るパンテオンは鉄筋を使用していない。コンクリート建築としては、境最大級のコンクリート製ドームの墓であり、ローマンコンクリートが剥き出しの状態である。現在とは異なり、当時のローマでは、コンクリート壁をレンガなどで覆っていた。 ローマ帝国で使用されたローマンコンクリートは生石灰、ポッツオウリノドとも称される火山灰、軽石を骨材に使用していた。それまでの石、レンガを使用した建築に対し、コンクリートは革命的な材料で制限されない自由で斬新な設計が可能となり、アーチやボールとドーム形状などに素早く硬化して合体となり、それまでの石、 電ガ建築で問題であった内部の圧縮、引き張りを気にする必要が薄れ、建築士を大きく塗り替えた。最近の評価では、ローマンコンクリートは現代使用される、ポルトランドセメントと比較しても圧縮に対する強度は 200kg、平方センチメートルと対して変わらないが、鉄筋を使用していない分、引っ張りに対する強度ははるかに低かった。 ローマンコンクリートの骨材には細かく砕いたレンガなどの瓦礫を主に使っていた。古代ローマ帝国遺跡のコンクリートを調査した東北大学教授の久田誠は火山灰を混ぜることで緻密になり耐久性が増したと分析している。北海道立総合研究機構北方建築総合研究所の谷口まどかは劣化の原因となる二酸化炭素や塩分の染み込みを 火山灰が妨げて、太陽年数が長くなると推測している。ローマ帝国滅亡後の中世ヨーロッパでは、大型建築物は、石像となり、コンクリートが再び使われるようになったのは、産業革命後である。ローマ帝国でのローマンコンクリートは、生石灰、ポゾラン、ポッツオーリノドと呼ばれる、火山灰、骨材としての軽石から作られていた。 ローマ建築に広く使われて建築史上の活気をなし、石やレンガに制限されない自由で斬新な設計の建築が可能となった。古代ローマ人にとってアーチやボールトやドームの形状を作ると内部の圧縮や引っ張りを考慮しなくてはならない石やレンガと違い素早く固まって交体になるコンクリートは画期的な素材だった。最近の評価によるとローマンコンクリートは 現代のポルトランドセメントを使ったコンクリートと比較しても圧縮に対する強さは引けを取らない約2 0 0ラム、センチメートル。しかし鉄筋が入っていないため引っ張りに対する強さははるかに低く従って使い方も異なる。現代のコンクリート構造はローマンコンクリートのそれと2つの重要な点で異なる。第一に固まる前の現代のコンクリートは 流動的で均質であり、型に流し込むことができる。ローマンコンクリートでは、骨材として、瓦礫を使うことが多く、手で積み重ねるようにして形成する必要があった。第2に、現代のコンクリートは鉄筋を入れることで引っ張りに、対する強さが強化されているが、ローマンコンクリートには、それがなく、コンクリート自体の引っ張りへの強さだけに依存していた。 ローマ建築ではコンクリートが多用されたため、今日も多くの建築物が残っている。ローマのカラカラ浴場などは、コンクリートの太陽寿命の長さを示している。古代ローマ人は、ローマ帝国中に、同様のコンクリート建築を建設した。ローマ水道やローマ橋の多くは、コンクリートの構造を石で覆っており、同様の技法は、コンクリート製ドームのあるパンテオンを使われている。 コンクリートの製法は約13世紀の間失われていたが、1756年、イギリスの技術者、ジョン・スミートンが水構成石灰、骨材は小石やレンガの破片を使用したコンクリートを考案した。1824年、ジョセフ・ワスプディンがポルトランドセメントを発明し、1840年代初めには実用化している。以上が通説だが、 1670年頃、建設されたミディ運河で、コンクリートが使われていることを判明している。近年、環境問題が重視されてきていることから、コンクリートの成分に再生素材を使うことが多くなっている。例えば石炭を燃焼する火力発電所が出す、フライアッシュなどである。これにより、採石量を減らすとともに、産業廃棄物の埋め立て量も減るという効果がある。 古代ローマや古代エジプトでもコンクリートの素材に様々な添加物が使用されていた。彼らは火山灰を添加すると水によって固まる性質が生じることを発見した。またローマ人は馬の毛を混ぜると固まるときにひびが入りにくくなることや血を混ぜると凍結に強くなることを知っていた。現代の研究者もコンクリートに何らかの素材を添加することで 強度や電気で遠動性を高くするなど、コンクリートの性質を改善する実験を行っている。戦場において、テロリストの脅威に対抗する目的で、コンクリートの障壁が利用されることがあり、コンクリートは、現代の戦場で、最も効果的な兵器であるとする意見がある。コンクリートの材料は、であり、これらを思考のしばらく前に目標とする強度や、耐久性。 指向性などに応じて配合する。コンクリートの強度は水セメント比で決まる。セメントに対する水の比率をある程度まで減ずることでコンクリートの強度を高めることができる。流動性を確保しながら強度を高めるために化学混合材を用いて水を減らすことで高い強度を得る高強度コンクリートも多用されている。コンクリートを 蒸気の材料を混合することで生産する場所で分類するとバッチャープランと生コン工場で生産されるレディーミクストコンクリートと建設現場で生産される現場練りコンクリートに大別される一般に使われているのはレディーミクストコンクリートであるレディーミクストコンクリートはトラックミキサーアジテータートラックレディーミクストコンクリート運搬車によって現場に運ばれる 現場練りコンクリートは、ごく少量か逆に非常に大量のコンクリートを必要とする場合に、現場で混合されて作られる。ごく少量のコンクリートを必要とする場合は、手作業や小型のミキサで練られ、非常に大量のコンクリートを必要とする場合は、建設現場内にバッチャープラントと同様の、サイトプラントと呼ばれる施設を建設して行う。現場練りコンクリートの調整にあたっては、 例えば医師が薬剤師に対して処方箋で薬剤の配合比率を指示するのと同じように設計者から施工者に対してコンクリート材料の混合比を指示されることがある設計者などによって使用者などで行われるこれら混合比の指示を司法と言い指示された配合割合を司法配合というコンクリートは固まるまでの形状を保つために 型枠と呼ばれる仮設備を組んでおき、打ち込み後、硬化するまでの所定時間を、型枠内で養生する必要がある。型枠組みは大規模になると、型枠工事と呼ばれる。型枠は一般に、石板と呼ばれるコンクリートに接する、板状部品とそれを直接支える、ディブから構成され、これらの他にも型枠の支えとなる、大旗、縦タ,タが加わり、大規模な型枠ではこれに、 ねぶと、大引け、支柱といった、しほこが加わる。石板の内面には、完成時に、コンクリートが剥がれやすくするために、油や樹脂が塗られる。石板には、合板が用いられることが多いが、アルミニウム、ステンレス、樹脂、紙、コンクリートが使われることもある。特殊なものでは、穴の開いた石板の内面に布を貼ることで余分な、水や気泡が抜けるようにしたものや、 あらかじめタイルを石板の内面に貼り付けておくことで、後のタイル張り作業を省くものもある。コンクリート壁などの施工では、ピーコンやキコンと呼ばれる小さな部品とセパレータという金属で両面の石板の間隔を固定する方法が多く、用いられる。コンクリートの型枠への脱設、打ち込みの際には、コンクリートの均一性の確保と初期欠陥の防止が求められる。 均一性の確保とは、比重の異なる材料が分離することを防ぐことであり、そのためには常に攪拌しておき、打ち込み時に激しく落とさず、打ち込み後も横移動させないようにすることである。打ち込みの直後には十分な締め固めを行い、未充填、空洞、気泡、豆板、ジャンカ、コールドジョイントなどが起きないようにする。締め固め作業では、内部振動器や木地によって、 内側や外側から適度な振動を与えることでコンクリートを流動化させ打ち込み時に行き渡らなかった隅々にまで流れるようにしながら同時に内部に含まれる空気の泡や余分な水分を浮かび上がらせる十分な締め固めを行うために打ち込み時には四十から五十センチメートルほどの厚みまでの相乗に積み重ねるようにして厚みがある思考では打ち込みと締め固めを何度も 繰り返すことになる。締め固めが不足すると未充填箇所を生じてしまい、過剰な過信によって材料分離を生じることもある。さらに、凝固後に表面に多量の気泡状の穴を生じ強度や美観を損ねることになる。また、十分なぶり、建築用語ではぶり厚さの確保が必要である。ぶりとは、鉄筋からコンクリート表面までの最短距離を指す。 ある程度凝結が進んだ段階で、美観的な意味や表面密度を高めて、水密性を含む耐久性を高めるためにも、コンクリートの表面を平滑に仕上げる仕上げ作業が行われる。一般的には、スコップや除練で荒ならしを行い、木ごてを使って凹凸を修正する。最後に金ごてやエンジン式のトロウェール、バイブレータなどで仕上げを行う。 経験や作業員が足りないと、水勾配が取れないどころか平坦にすらならない仕上がりになる。また、コンクリート強度を上げすぎたり季節により仕上げが難しくなる。重点漏れや仕上げのしやすさから一割に、コンクリートは高強度がいいと言えない点がある。コンクリートの凝結が適切に進むように保護する期間。 一般的には酸水養生が広く行われ、表面乾燥と全体の熱を取ることで急速凝固を防ぐことを目的とする。仕上げ後3から5時間ほどから行い1日数回、数日間水道ホースにて酸水を行う。夏場は温度上昇が激しいため表面を流水するほど多くかける、片枠に酸水し熱を下げるのも良い。しかし、表面の熱を急速に奪うと、 コンクリート内部との温度差により、温度ひび割れが生じるため注意が必要である。むしろ、保温養生として酸水あるいは淡水する場合も多い。湿ったマットで表面を覆う湿潤養生を行う場合もある。大規模な思考では、内部の熱を逃がすための冷却管を使用することがあり、寒冷地での思考では、氷点下となって内部の水が氷結。 膨張するのを防ぐために保温することもある。湿順養生の期間として土木学会は一般的なコンクリートで5日間、総教セメントの場合で3日間を示している。コンクリートは材料を混合した時点から凝結による固化が始まるため、その施行は迅速に行われなければならない。特に一度打ち込み作業が始まった作業箇所では、 コンクリートの層を短時間に咳上げていくことが求められるが常にこの作業が無制限に続けられるとは限らず時として計画的に作業は中断されることがあるこのような場合に次回の作業再開時に障害なく連続しつながるように作られる面が管理された打ち継ぎ面でありこの管理された打ち継ぎ面を作るには表面に浮いてくる余分なブリーディング水を冷淡素と呼ばれる 不純物と共に洗い流して、荒骨材を露出させてお方法や、一度固まった後で、その表面を物理的に剥ぎ取って、冷炭素などが含まれる表面層を取り去って、荒骨材を露出させる方法がある。このような管理を行わずに固まったコンクリート面に、次の打ち込み作業を行う打ち継ぎだけでは、コールドジョイントによる強度不足が生じる可能性が高い。 試行者の経験や技術によって完成した製品の強度や仕上げの美しさに大きな違いが生じる。打ち放しコンクリートの建築物では常に外気、水、日光、そして視線にさらされるので業者の慎重な選定が必要となる。コンクリート構造物の共用年数は壁の厚さに比例しており、ヨーロッパ中世及び 近世時代の城壁や太平洋戦争時の背景もない壁の厚さ2メートルを超える建築物は未だ現役である。しかし、日本の旧建築基準で建築された壁庫0.31メートル程度の建造物は普通50から60年程度と言われており、高度経済成長期に大量に建設された構造物の維持、管理が21世紀の日本の大きな課題とる。 建設省が1998年にまとめた建設省総合技術開発プロジェクトの報告書によると、セメントに混入する水を50%以下まで減らし、鉄筋の被り圧を十分に取り、収縮や凍結を抑制する添加剤を加えることで、500年以上といった半永久的な耐久性を確保することが可能である。ただ、こうした試行を行うと後期が伸びて、 コストも増大するため、そこまでの耐久性を想定して、鉄筋コンクリート構造物を建設することは少ない。コンクリートは、メンテナンスフリーの材料と称される時代があったが、実際には、様々な原因によって、劣化を生じる。以下に、主な劣化機構を挙げる。工事規模により必要性があれば受け入れ検査として、要求品質の適合性確認として、一般的に、 スランプ試験、空気量試験、塩化物量試験、後日試験の強度試験用の教師体の採取を行う。小規模工事の場合、これら受け入れ検査を割愛し、実適合性の確認のみの場合もある。耐久性能等の確認のために使用される試験方法で、打設されるコンクリートの水量を具体的数値にする検査。水セメント比により強度が決定される。 性質上、使用される水量が、脱雪前に分かれば、強度低下の危険性を従来より、より安全に回避することを目的として策定された。現時点では一本化された試験方法がなく、様々な試験方法が立案されている。どれも、一長一短があり、なおかつ同一資料で、別々の試験を行った場合、違う数値となることもある。標準化を模索中の試験法である。 非破壊検査には、外観検査と、内部検査とがある。初期点検、劣化予測、要求性能の評価、判定、対策、点検、記録をする必要がある。一般的なコンクリート、普通コンクリート以外に、以下のように特殊な目的に用いられるコンクリートがある。コンクリートと他の、通常、引っ張り強度が高い素材との複合材料。 コンクリート自体は普通であることが多い。補強材で骨組みを作る鉄筋コンクリートが代表的だが、他に混合するもの、塗布するもの、貼り付けるものなどもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。